こんばんは、自炊料理家の山口ゆかです。ですね、今回も、食べ鶏を使って夜ご飯を作っていきたいと思います。で、食べ鶏はこのね、アプリですね、ドリーちゃんがいるアプリです。あ、ちょっとドリー呼んできますね。ちょっと遠いけどこの辺にいてもらってはいということで、この食べ鶏とは何ぞやという話を毎回しているんですが、お料理トレーニングアプリです。なので、レシピアプリではありません。これから料理始めたいなとか、もうちょっとステップアップしたいなという人が、こんな感じですね、毎日1枚ずつその人のレベルに合ったカードが降りてくるので、例えば醤油をプラスして和風のマヨネーズ和えを作ってみようっていうのをタップすると、このレンコンのマヨ醤油和えとかアスパラの醤油マヨ醤油和えとかが出てきて、こう下にね、作り方がステップごとに見れるみたいな感じで、副菜作りとかすごい役立ちますよね。で、今ですね、バージョン的にこのお題カードが人によって違うので、この真ん中のヒントというページを使って、夜ご飯の見えます、味付けでね、味付けとかその料理の仕方で絞り込みができるんですけど、例えば唐揚げだったらこんな感じとか、フライとか、まあこういう揚げ物系ももちろんありますし、あとは焼き物とか、そういう風にこう見れたりもします。ということで、私はですね、今晩はチヂミを作ろうと先ほど決めました。チヂミの調味料は卵、水、薄力粉、片栗粉、塩だそうです。でこのカードのこの大きさが全部の配分のイメージになってるので、これを使います。で、チヂミということはナムルを作りたくないですか？韓国ナイトよし、ということで、チヂミってすごい便利だなと思ってて、冷蔵庫の残り物を全部小麦粉でまとめて焼いちゃえっていう、冷蔵庫すっきり料理だと思います。でですね、さっき八百屋さんに行ったら、この春菊が2束で115円という価格で売ってたので、つい買ってしまいました。普段少量で買えとか言ってるのに、こういうのを買ってしまいます。で、なのでこのね、葉っぱの部分は生でも食べられる、なんでサラダにして、この茎の部分をチヂミに入れたいと思います。今チヂミに入れる冷蔵庫じゃないわ、サラダにしてって言ってたのにな、韓国風サラダにするかちょっと考えますね。で、今、チヂミに入れたい食材を冷蔵庫から探してきます。待ってくださいね。あれ、本当にぶつけ本番にやってるので突然いなくなるっていうことがあるんですが、お許しください。さあ、じゃあ、早速チヂミから作っていきたいと思います。で、このパンパンの春菊を開けて、めちゃくちゃ元気じゃないですか、この春菊。なんで、この安売りしてたのかよくわかんない。こうね、ちょたまに葉っぱが悪くなったりとかすると、そういう風に安くなったりするんですけど、もう春菊はね、本当に美味しいですよね、大好き。冬場の野菜で相当好きな方に入ります。で、こういう風に
あ、ね、全然茎も食べられるんですけど、ここは硬いので、あの今回はチヂミの方に入れちゃいたいと思います。で、チヂミに入れる食材は春菊と椎茸とネギとあと干しエビを入れていきたいと思います。なんか皆さん見てて質問とかあればいつでもコメントください。この料理に関係することじゃなくても大丈夫です。で、こういう感じでちょっとね、こう黒いの見えるかな、先っちょが黒いのところがあるんですけど、こういうのは私はさよならしてます。あのお花屋さんみたいでよくないですかこれ。こんな感じでここまで来て、その先っぽのふわふわしてるところはこうピッて取ってお皿に入れるみたいな。よし、じゃあ、あんまりたくさん作ってもあれなんで、もう一本ぐらいかか。あ、でももう一本は葉っぱの方も入れちゃうか。ちょっと少ない気がするので。それを適当に洗います。で、これ後からね、このチヂミに水も入れるんで、水がついてても気にしない。で、ちょっと斜めに切っていきたいと思います。斜めっていうのはこんな感じ。こんな感じのイメージ、切り口的には。で、これをなんで冷蔵庫にある人参とかそういう玉ねぎとかも何でも余ってるものどんどん入れたらいいと思います。玉ねぎ入れるか、余ってるから。こんな感じでザクザク切ってどんどん入れていきます。チヂミってなんか普段あんまり作んないんですけど、冷蔵庫片付け料理に今日はやってみようと思って。玉ねぎ、最近この蜜ろうラップを自作しました。蜜ろうラップってめちゃくちゃ簡単でしたよ。あのメルカリで蜜ろうを買って、それをこうこういう何でもいいんで布切れの上にこうパラパラパラってごま振るみたいな感じで蜜ろうを敷いて、上からキッチンペーパーで押さえて、キッチンペーパーじゃないや、あのクッキングシートで押さえてアイロンかけるだけ。なんか普通に売ってるのめっちゃ高いじゃないですか。高いなと思って作れないのかなと思って調べたら結構簡単に作るそうで、やったらめちゃくちゃ簡単に作れて、これは買わなくていいって思ってしまいました。おすすめ。このね、芯のところもあの旨味になるんで全部入れちゃいたいと思います。これあれかな、もしかして混ぜてから入れた方がいいタイプかな。こっちの方が良さそうですよね。このボウルの中で先にこう衣的なものを作ってからこれらを入れた方が絡みが良さそう。で、このなんかこうネギの青い部分ももったいないんで切って入れちゃいます。で、チヂミとかこう焼き物系でポイント的には、まあ、何でもいいんですけど、こういうねエビとか干しエビとか旨味素材が1個入るといいのではないかなと思います。これちょっと入れすぎかな、入れすぎな気がする。これぐらい入れます。でね、ここにこう中華だしの素入れたりとかいろいろできますけど、結局こう旨だれ的なやつにつけて食べるので、まああんまり
この地の方には味付けそこまで強くしなくてもいいかなっていうイメージです。よし、そうしたら卵を入れます。卵でしょ、水入れるんですよね、確かね。水、卵と同じぐらい。でそこに片栗、あの小麦粉と片栗粉。どんな感じの粘度なんだろう。今これぐらいシャバシャバ、なんか揚げ衣みたいですね。もうちょっと小麦粉を入れて粘り気を出そうかなと思います。まあ、加減難しいですね。まあでも難しいから私は適当にやってますけど、ある程度測った方が確実かと思いますが、今これぐらいでちょっとトローンという感じになりました。もう一息、全部入れちゃえ。よし、じゃあここにこれらの野菜を全部入れて、なんか茶色いのがあった。よし、でそこに塩も一つまみ入れて、もうちょい入れるか。で混ぜます。すごい、あれみたい、かき揚げ作るみたい。そんな感じでいいのかな。でもまあやってみましょう。これは何事も実験ですから、うまくいかなくてもそれはそれで OK というのが私のライブ配信ですまあでも美味しいものしか入ってないし、ちゃんと焼けばちゃんと焼けるし、着地することでしょう。ちょっと広めのフライパンで焼いていきたいと思います。で、毎度おなじみこのサラダ油的な香りの少ない油とごま油を割ります。よし、そしたらその間に葉っぱを使ってサラダを作りましょう。でもナムルナムルだと、そっか、なんかどんな感じにしようかな。まあとりあえず切りますね、洗って切ります。全然関係ないですけど、今日アイヌモシリっていう、アイヌモシリ、うん、っていうアイヌの映画を見てきて、めちゃくちゃ面白かったんで、そういう民族系とか好きな人はぜひ見に行ってみてください。ユーロスペースでやってました。こう私と一緒に料理してるみたいな感じになりますよね、こういう今日あったことみたいな話すよし、じゃあな、あんまり温めすぎると、うるさいうるさい、焦げちゃうんで、こう触って温かかったらもう入れちゃって大丈夫です。今ねこういう状態で入れます。でこうイメージですが、平たいイメージなんで伸ばします。
して焼きますね。そしたらこのボウルに春菊を入れて、春菊だけだと微妙かな、しらすにするか。私の大好物しらす、私はよくしらすをこうやって食べてます。うらす。そしたら作りたいと思います。ドレッシングはの絞り汁、これ普通に自家製の絞ったやつです。いろいろ入ってる。お、大さじ1/2。まあ酸っぱいのが好きな人は私みたいにいっぱいお酢入れても大丈夫です。まあ、別に柑橘じゃなくてお酢でも全然大丈夫です。こう見えます、乳化してるの。こんな感じで、あのドレッシング超簡単に作るので、もう私は外ではグリーンサラダは食べなくなりました。で、なんかここにちょっとわさび入れたり辛くしたり柚子胡椒入れたりとかするとどんどん変わっていくので、最後にドレッシングはここにあえてもいいですし、最後にかけてもいいですし、でもこう手であえてあげるとすごいこうね、綺麗なお店みたいなサラダになるので最後にかけたいと思います。で、このごまをパラパラと振ろうかな。そしたらしじみのタレを作りたいと思います。取りますよ。こんな感じ、めちゃくちゃいい匂い。あ、いい感じいい感じ。すぐ自動調節するんですよね。いけるかなこれ。はい。あー、いけた。大好きな缶ずり、これ新潟の発酵調味料です。有限会社缶ずりというところが作ってる缶ずりという調味料です。雪の上で唐辛子をこうね、あの置いて、缶干しだっけ、そういう風ななんかちょっと変わった作り方をしてるんですけど、マイルドな柚子胡椒みたいな感じです。で、これすごい赤いから辛いんでしょとか言われるけど、全然見た目以上に辛くない。お醤油2に対してお酢1くらいかな。2ちょっとお砂糖、お砂糖ちょっと溶けなさそうなんでみりん入れます。蜂蜜とかでもいいですけどね。ちょっと甘いですよね、韓国料理って。それが好きで、この缶ずりをちょっと入れて、あとここにね、あのごま油とか入れるともう完璧だと思います。まあ、こんな感じでタレも簡単に自家製できるので、どんどんタレ増えていきません？もう私、うちの家コチュジャンとか甜麺醤とか豆板醤とか全部ないです。もう中華料理は外で食べようと思って、
中華料理安いとこほんと安いし。よし、そろそろできたのではないでしょうか。あ、なんか卵っぽい感じのチヂミ、ちょっと置いとこう。で最後サラダをしてあげます。でね、ここに今お砂糖じゃないわ、お塩入ってないんですけど、入ってないので先にこう葉っぱをコーティングしてあげて、それから塩を振るとシキッとしたままです。伝わりますかね。これで先に塩とかしちゃうと、もうみるみるあっという間にこの春菊がしなしなになっていっちゃうので、こんな感じで高めから塩を振るとプロっぽいです。で、こう盛るじゃないですか。これね、これで盛って、ほら、もうすでにいい感じじゃないですか。この表面がツヤツヤしてる感じ、サラダっぽいでしょ、お店の。で、そこにこういうしらすをパラパラパラかけて、で、ごま。で、ごまはこう入れるときにちょっと指の腹でこうキュッてひねると香りがすごい立ちます。うん、いい香り。うん、おいしそう。よし、じゃあこれで春菊としらすのサラダ完成でございます。で、ここに今からチヂミを乗せて焼いていきますよ。焼いていきますじゃない、切っていきますよ。ほら、いい感じ。まあなんか均等になってないけど、うん、あ、美味しい。これなんかやっぱ、なんか私ライブ配信やりながら思うんですけど、おつまみしか作れないんですよね。でもなんかご飯に合うものって大体お酒に合いません？まあでもチヂミはご飯に合わないか。で、お皿に盛っていきます。スライドできないかな、いけそう。できました、チヂミ。わーい、春菊、椎茸、ネギ、干しエビのチヂミと春菊のサラダでございます。じゃあ毎回これの味見タイム、せっかくだからこのカリカリのとこ行きましょうね。めっちゃチヂミっぽい。じゃあここにつけて、うん、干しエビがいい仕事してる。うーん、私がお弁当生活したら2切れぐらいお弁当に取っておきますね。これは汁気がないからいいおかず。うーん、おいしい。そして春菊のサラダ、春菊ナイトでした。こんばんは。うん、うまい。このサラダ、これ一人で食べられるのめちゃくちゃ嬉しいな。なるほど。毎回ね、全部作ったことない料理を作ってて、自分のおすすめ料理とかやってるわけじゃないんで、全部発見なんですよね。これはうまい。ということで、今晩もありがとうございました。今25分ぐらいでチヂミと
サラダが完成しました。あの春菊が苦手な人はこのちょっと入れ、まあ、苦手な人っていうかそんなにたくさんはいらないわっていう人は、例えば小松菜と半々にしたり、レタスと半々にしたり、最後もみのりとか乗っけてもいいですね。そんな感じでぜひアレンジしてみてください。ということで今日の振り返りです。食べ取りのこの絞り込みのヒントのところから絞り込むので、焼き物を選択するとチヂミが出てきますので、ぜひ復習したい人は復習してみてください。上新粉とか入れるともっちりするそうです。美味しそう。それもで、ドレッシングっていう絞り込みがあって、そこにはまたこんないろんなドレッシングソース類があるので、これも参考にするといいかなと思います。というわけでまた2週間後ライブ配信でお会いしましょう。ありがとうございました。